こんにちは、新大リメンバーの高橋鈴香です。本日はですね、いつも通りのモニュメンツの企画なんですけれども、岡本さんの面接してる時どういうことをメモしてるのかなっていうのも見せながら面接を進めていけたらなと思っております。うずうずの岡本と申します。ヒロさんチャンネルという YouTube チャンネルを運営しておりまして、そちらで面接対策だったりとか就活をうまく進めるためのノウハウというのを公開してます。よろしくお願いします。今日、はい、面接に挑戦してくれる就活生の方、自己紹介お願いします。中央大学3年生の久保田紫音と言います。普段は大学でデータを分析しながら人々の行動を観測するっていうような学問を勉強してます。本日は本当にお願いいたします。ではまず最初に自己紹介からお願いします。はい、お願いします。中央大学総合政策学部の3年生、久保田紫音と言います。はい、モットーは最強のナンバー2というところになります。はい、実績としては、全校舎で700名ほどいる講師の中で、授業評価ナンバーワンを取らせていただいた実績があります。本日は面接をお願いいたします。まず自己紹介、パーフェクトです。ありがとうございます。パーフェクトに言いながらすみません、1点分くらいあってちょっと曲がってたんですよ。はい、あ、これですか。あ、そうです、反対に曲がってました。あ、そんぐらいだったんですよ。もうちょっとまっすぐだったんですか。なんで、もうちょっとそんぐらいの角度で、あ、ちょっと曲がってるなと思って話してました、私。すいません。でもすごいマイナスとかではないんですけど、と思われてしまうというのは嫌なので、というのをちょっと思ったのと、あと、もうちょっと効果かけるのを意識すると、あ、いいですね、いいですね。そう、めちゃくちゃいい表情してるんですよ。笑顔、もう笑顔見ただけで、あ、めっちゃいい人だなって伝わってくる表情を持ってるので、うまく使ってほしいなと思いました。そうすると120点ぐらいになるなって感じです。はい、それではですね、いくつかお話伺えればなと思うんですけれども、はい、そうですね、学生時代に一番頑張ってきたことを教えてください。先ほどもお話しさせていただいたんですけれども、塾講師のアルバイトは一番頑張ったことなのかなと思っております。全校舎で700名ほどアルバイトの講師がいまして、その中で、評価を毎月つけていただくことがありまして、20項目ほどある項目で1つ5点評価で、その平均点で競うというものなんですけれども、全校舎の、アルバイトの中で一番の成績を取らせていただいたという績があって、その点数が1000人の要は社員の講師を合わせても3位、総合で3位だったっていう、実績がありますね。そういうところを頑張ってまいりました。かしこまりました。ありがとうございます。さあ、そこについてもうちょっと詳しく伺えればなと思うんですけれども、700人の中で1位を取ったのとか、社員の方も含めて3位っていうのはめちゃくちゃすごい成果だなと思うんですけれども、こうどういうふうなところを工夫してその成果を出したか教えてもらえますか。はい、先ほども本当にその通りのことを申し上げたんですけれども、生徒が一番主体として、勉強ができるような環境づくりを心がけておりまして、どれだけ僕がその勉強頑張れ頑張れっていう風に言っても、その子たちが、やりたいって思わないとやっぱり進まないことってあると思うんですよ。で、その中でいかに生徒がその勉強に関心を持ってくれるのか、興味を持ってくれるのかっていうところを意識しながら、アプローチをした結果が、このような成績になったのかなと自分では思っております。かしこまりました。具体的にもうちょっと伺ってもいいですか。はい、そうですね、例えば、プリントを作るにしても、一つプリントを作るにしても、回答欄の隅っこ、端っこですね、欄外のところに手書きでアンケートを作るんですね。で、例えば最近だと夏なので、みんなが好きな夏曲は何ですかみたいなアンケートを取って、その次の時の授業の時に、先生あの曲入れたよみたいなのを生徒と実際にコミュニケーションを取ったりすることによって、やっぱ信頼構築をすることで、授業外の信頼構築が授業内の、より良い環境づくりにつながるということを思っておりますので、そういう工夫をしたりしておりました。700人中1位になるっていうふうなところの一番の要因が、回答欄の隅っこの手書きアンケートで好きな曲場でコミュニケーションを取って関係構築したってことだったんですか。その巡回という形でその偉い人が来て評価をつけていただくんですけれども、その時に見られる項目として、その生徒をどれだけコントロールできているか、管理できているかみたいな、例えば授業中おしゃべりをしないとか、こういうおしゃべり、要は例えば賑やかな雰囲気でちゃんとできているか、生徒がちゃんと関心を持ってできているのか、先生の言うことを聞いているのかっていうところが大きな比重として見られるという
特徴がありまして、はい、授業外でコミュニケーションを取って信頼関係を構築していると、例えば雑談をしているパートと授業をしているパートっていうので、こちらでこう分けた時に生徒が雑談をしました、で今授業をしてますっていうメリハリがつくようになるっていうところを、意識していたというところで、そのコミュニケーションが何て言うのかな、その1回の授業評価の時だけ頑張るっていうのは僕は良くないと思っていて、毎回の授業でそのクオリティが出せるようにそういう工夫をしていたという形です。かしこまりました。学知課ですね。学知課で話してくれたのは塾講師のアルバイトで、全校生700人講師いる中で1位取れたよっていう風なところを話してくれて、でそれの成果を出した理由っていうところが、生徒が主体的に勉強できる環境づくりをやっていきました。で具体的なところで言うと、その手書きのアンケートを作って、授業外のこととかでコミュニケーションを取ることで関係値構築してやったっていうことを話してくれたんですけれども、結論として出した成果めちゃくちゃ素晴らしかったんですよ。でもそことその間の話っていうののつながりが弱いなと思ってしまったんですね。でもそこのつながりが見えなくなってしまったのが、生徒が主体なので勉強できる環境づくりをしましたみたいなところが入ったんで、なんか勉強づくり の環境づくりじゃないと思うんですよ。やってたことってスコアを取るためのとか、生徒をしっかり管理してアウトプットを上げるための関係値構築が重要だったか、手段としてそれをやりました。なんかこっち側なのかなと思ったんですよ。先ほど生2みたいな、なんか方向性でいくとちょっとずれてくるというか、あ、ざっくり聞いてみて、なんかイメージとずれたというとかありました？そうです、僕結論言って最初を言って真ん中が抜けてたなと思うので、そこをちゃんと階段登っていく感じで伝えていかないと、なんかうまく伝わらないし、何が具体的にどうだったのかっていうのが伝わらないんだなっていうのがすごいよく分かりました。ありがとうございます。じゃあまた別のところで伺っていければと思うんですけれども、就職活動の軸教えてもらってもいいですか？私軸2つありまして、まず会社選びの軸と、あとは自分が何をしたいかっていう軸が2つあって、まずは会社選びのところなんですけれども、これやっぱり人、どういう方が働いているのかっていうのが一番大事かなと思っております。で、自分の関心、興味関心については、私塾講師とは別にですね、研究の方をやっておりまして、冒頭にお話しさせていただいたデータを用いて人々の行動を分析するというところの、研究をしています。なので、どういう人がどういうところに関心を持ってどういう行動をするのかっていうところに重きを置いて、置いた結果、人の関心を煽ったりする広告業界っていうのを志望する、理由になっております。それではまず、もう少し詳しく聞きたいので、会社選びの、ところから聞ければと思うんですけど、どういう人が働いているのかっていうところは、もう少し具体的に教えてもらってもいいですか？具体的にはですね、御社の、社員さんの方と実際にお会いする機会がございまして、で、どういう方が働いているのかなっていうところを調べるじゃないですけれども、お話しした時に社員の性質とか、あとはこういうふうにやりたいっていうところを尊重していたりだとか、あとは本当にその方がすごい柔和な方で優しくて、こういう人と働きたいなっていうふうに思ったというところが一番大きいところ要因にはなっております。ありがとうございます。そういう意味だと、やりたいことを尊重してくれたり、柔和な人がいる職場で働きたいということですか？あ、まあそれ、そうですね、御社の企業理念のところにある素直でいい人っていうところがあると思うんですけれども、まあ、そういうふうになんか、なんだろうな、隠した良さとかではなくて、実際にこの人はこういうことを思ってるんだとか、こういうふうに考えてるんだっていうところを見ながらというか、そういう人と一緒に仕事をした方がやっぱりスムーズなコミュニケーションとか、あとは仕事の伝達とかもできると思うので、そういうふうにやっぱり一番最初のびのび仕事がしたいというところもありますので、そういう人たちと仕事ができればいいなというのはありますね。いい人と一緒に働いたらのびのび仕事ができそうだから、そういうのがいいなってことなんですか？そうですね、そういうふうに働けると自分のパフォーマンスがなんか最大に活かせるのかなっていうところにつながってくるのかなと思います。了解です。わかりました。もう一つの部分で、航空業界を志望しているということだったんですけれども、それは、今データを用いて人の行動を分析していて、どういうことに関心を持って行動しているかということをやっているから、航空業界に興味を持たれたということなんですかね？はい。航空業界の中で具体的にどんな仕事をしたいなとかってあるんですか？実際に広告を作るというところに、携われたら一番いいなとは思うんですけれども、やっぱり
自分自身が実際に外に出て僕はこういうのに関心があるとかこういうのに関心があるっていうところよりはいろんな人がいる中で大きなデータがある中で、あ、人々っていうのは全体としてこういうところに関心があるんだっていう方に僕が関心があるので、なんだろうな、広告を実際表に出てなんか作るというよりはなんか裏方として企画をしたりだとか広告をそうですね作成するっていう業務に関わりたいなとは思っております。裏方として企画を作りたい。そうですね、あのもう本当に広告業界のやお仕事そのままだとは思うんですけれども、広告を作るという業務には関わりたいなと思っております。その広告を作るという業務に大切なことって何だと思いますか？本当に塾講師のところの経験が生きてくるのかなとは思うんですけれども、あのそこを掛け合わせた研究と塾講師のところを掛け合わせた経験が生きてきていると思っていて、どういうところに関心があるのかっていうのを調べた上で、でそこで、こういうアプローチをしたらいいんじゃないかっていうのをたくさんこう考えて、いろんなところから攻めていく、その一つの視点からではなくて多くの視点から企画を進めていけるというところが一番大事なのかなとは思っております。了解です、了解です。そうですね、はい、では面接は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。面接お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。じゃあ早速結果発表とフィードバックの方をお願いしたいなと思います。はい、結果としては初めだったら合格にするかな、でもそれ以降だったら落とすかなっていう感じでした、うん、ちょっとトレーニングしたらすぐ合格するようになるんじゃないかなっていうふうに思います、うん、ありがとうございます。そのどこをどういうふうに書いていったらいいのかっていうのを教えていただきたいなと思います。そうですね、あ、まずすごい良かったところからいこうと思うんですけれども、やってきたことの実績めちゃくちゃ素晴らしいなって思いました。話しててもしっかり成果出してくれそうな人だなっていうのが伝わってきたので、活躍イメージは結構持てたなって思います。なんで基本1時とか通過になるかなっていうところだったんですけど、2時以降になると落とすかもなっていうふうになった部分、どういうところかっていうと、広告業界でめっちゃ成果出すみたいなところのイメージまでは持てなかったんですよ。でそれは何で持てなかったっていうところは、プランナーという仕事のイメージというか、プランナーと仕事が何をやってどういうことを求められているのかみたいな具体的なところがまだ知らないから、抽象度が高い表現になってしまってて、ズバッとこっちに刺されたことをあの言えなかっただけなのかなって思ったんですよ、っていう風なところなんで、それはプランナーという仕事が何を求められているかとかをインプットすれば、自分の中にある引き出し、しっかり使える引き出し、強い武器を持っているので、そこを当て込んでいくっていうことができると思うので、もう、あ、受かるんだったらこういうことをその経験言えばいいなって私の頭の中にあるんですよ。なんで、うわ、受かるなってすぐ思いましたって感じです。ありがとうございます。今、面接とフィードバックをしてみた感想を軽くお願いします。はい、いや、なんか前回の面接よりかは少しこう自己紹介のところも突っ込まれてたので、前回はそこはよりは少しうまくできたのかなと思うんですけれども、やっぱりその具体性っていうところと、最初に笑顔って言われたんですけど、表情硬くなっちゃうねっていうのを常々こう言われてきたところではあると思うんで、そこをちょっと両方改善して本番臨めたらいいなというふうに思いました。ありがとうございました。合否を分けるポイントとかがあったら教えていただきたいです、うん、合否を分けるポイントで言うと、この人を採用してうちの会社で活躍してくれるかっていうところを面接全体を通して見ていて、活躍しそうだなってなると丸、そうじゃないと×になるみたいなところがいいかなと思います。この人がうちに入ったら活躍してくれそうだなっていうのはどういうところで判断されてるんですか？どういうところかっていうのは、採用するポジションによって変わるっていうところなんですけど、はい、例えばエンジニアとして働くポジションであれば、そのエンジニアリングする能力が高いかとか、うん、高そうかとか、そういう部分が見られますし、うん、営業と採用されるポジションであれば、この人採用したら自社の商品をうちの顧客に対して売ることができるかどうかとか、そういう視点で見られるようになります。例えば営業でもいくつかパターンがあって、うん、それこそ高単価の商材を法人に向けて売りますとか、うん、という営業の場合って、その倫理のプロセスが結構長かったりだとか、うん、倫理通るような説得力を持ったプレゼンテーションができなきゃいけないとか、うん、そういう能力が見られるようになれば、そういう説明ができそうな人かどうかとか、信頼される人かどうかみたいな要素がコミュニケーションの中でも見られるようになりますし、はいはいはい、一方で多くのお客さんと接点を持って仲良くなるとか、打ち解けやすさとか、うん、そういう部分で成果を出していく営業
む場合だったらノリの良さとか雰囲気の明るさとか、うん、フットワークが軽いかどうかとか、うんうん、そういう部分とかが見られるよねっていうところが、まあ、ポイントですね。受ける仕事によって要素も変わってくるみたいな感じになります。はい、はい、ということでしゅんくんまた2回目ですけどお疲れ様でした。これからも頑張っていきましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。